常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様ね、チャンネル登録、そして面白かったらいいねボタンね、最後にね、コメント欄にぜひですね、感想など書いてほしいんですが、今日ちょっとすいません、今公演の控え室でして、ちょっとリハーサルの声とか入っちゃうかもしれないですけど、公演の前のこの時間を利用してですね、ちょっとあるね、儀式をやりたいということで、開封の儀、はい、すいません、なんかちょっとね、音が悪いとね、だいぶお叱り受けましたんで、買いましたよ。はい、もう大枚はたいて買いました。お見せします。私が何を買ったかというと、じゃーん、これでーす。ドーン、これ、はい、YouTuber、推薦のやつですね。すいません、開封の儀とかいいですね。ごめんなさい、ここね、保証書にハンコを押したんで、ちょっと店員に開けられちゃってるんですけど、でもちょっと開封の儀です。はい、こちら、アップミーね、これです、例 の、 Vlog 専用、カメラというやつを買いましたんで上げてみたいと思います。これ一応ね、保証書をハンコを押すために、何度も言いますけど、保証書をハンコを押すためにね、店員さんがちょっとこれ上げちゃったんですけど、私が開けるのは初めてですんでね、はい、これどうやって開けんだ、なんかくっついてる、よし、これでこれくんか、よし、さあ開けます、開けます、じゃーん、はい、こんな感じです。お、入ってるぞ、入ってるぞ、入ってるぞ、はい、スタビライザーみたいなやつですね、これね、これとですね、よっしゃ、よっしゃ、いや、なんだこれ、よっしゃ、これだ、まずこれ、はい、これなんていうのこれ、シューティンググリップ、はい、スタビライザーじゃないですね、シューティンググリップです。そして、予備バッテリーね、あれ、カメラの本体がないとか思ったら、あれですよ、ここに入ってますからね、ちゃんと下にね、下に入っております。はい、こちらでございます。カメラの本体はこちらということでね。はい、こんな感じです。はい、この3つが入っております。これね。何から開けるか。まあカメラからかな、やっぱな。カメラをじゃあちょっと開けてみますね。じゃーん。あ、これあれだ。入れてくれたの、これ。メモリーカードとかを入れてくれましたね。はい。いやー、親切なね、ビッグカメラの店員さんでしたよ。ありがとうございます、本当にね。お、結構ちっちゃい。なんとなんと、こんなちっちゃいんだ。さあ開けます。はい、どうぞ。あ、すいません、今 YouTube 撮ってますけどあ、適当に置いてください。ありがとうございます。お茶を持ってきていただきました。これです。すげえちっちゃい。こんな感じで自撮りができるんですね。あ、適当に置いておいてください。ありがとうございます。はい、すいません、気使わせてしまいました。あ、すいませんね。はい、あ、どうぞその辺置いておいてください。YouTube 撮ってるだけですからすいません。で、まあ、こんな感じで、はい、これが来てですね、これなんだ、これは、あ、これあれだ、マイク、マイクなんだこれ。おお、すごい。これどこに入るの、ここ、ここに入るのかな、あれどういくんだ、これなんかここに入るっぽいですね。これちょっと説明書をね、説明書見ましょうね。はい、説明書、あれ、これ説明書じゃないの、あ、最小限の説明書が、本機のマニュアルについて、あ、ダウンロードしてくださいってなってる。あった。あったあった。ウィンドウスクリーン、内蔵マイクで、風音が録音されてしまう場合に、風音を低減できますというので、あー、なるほどね。ここの開け方はどうやったっけ、この開け方は書いてないけど、まあ、ここのマイクをですね、マイクがこう風でうるさいときに、これでこうピトッとこう蓋ができますよと。で、これはどうやって引っ張るかというと、あ、やばい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 、どうやって引っ張るかというと、謎ですね。こういくのか。あ、なんか壊しそう、やだな。ちゃんとマニュアルダウンロードしてあります。これがでも、こういうふうに入るってことは、これ多分ここをこう抜くんだな。あ、抜けた。こうだ。こう抜いて、で、これこう入れるんだ。なるほど。これで、ほら、ね、ここのマイクのね、風音防止というのに使えるそうです。それから、このね、グリップ。グリップですけどね。はい、こんな感じで。じゃーん、これです。あ、すげえなんか、すげえなんかこう、自撮りやってる人みたいな感じですね。なんかこう意識高い人みたいな自撮りやる人意識高いのかよくわかんねえけど、これ入んのかな。あ、これ入った入った。こう来るか。おー、すごいすごいすごい。こうだ。こう来るか。こう来るか。こう来るか。
自撮りやってる人です来たー、こんな感じですね。でバッテリーはこれ予備なんだよね。これ自体にはバッテリーも入ってるんだよな。あ、ここ入ってるよね。これバッテリーでしょ多分。ちょっと一応スイッチ入れてみましょうか。多分これで入る。これじゃないんだ。電源どこ？電源は全然分かってね。あ、これだ。あ、電源、電池入ってないね、これやっぱ。悪戦苦闘しております。これ電池はどこで入れるんでしょう。ちょっと待って、説明書かも。バッテリーは、なるほど。これ外さなきゃダメじゃん。これつけちゃダメじゃん。ここの下にね、ここにバッテリーをつけるところがあるんですね。オープンで。あ、入ってませんね、バッテリーがね。で、これバッテリーなの？そういうこと？充電されてんのかな？あ、あった。お、すごい。入ってる入ってる。バッテリーのケースまでありますね。予備バッテリーが入ってるって言ったんだけど、これがバッテリー1個しか入ってないのか。なるほど。で、これをどっち向き？こう向きでいいな。こうじゃない。こう向き。こっち向き。バッテリーはこう入れろと。あ、やばいやばい。携帯が鳴ってる。こう向きか。こう向きでこう入れろって書いてある。こうだ。あ、わかりました。あ、入りました。で、これで。OK。これ電源入るんじゃない？あ、入った。入りました。では、エリア、日付、時刻を設定いたします。決定。あれ、なんかリモコンでもあるの？決定はどれをするんだ？これで決定しろってことか。あ、やべやべやべ。あ、やべやべ。カメラ、写真撮っちゃった。何やってんだ、俺は。もう一回、モード。うわ、大変なことになっちまった。一回電源切ります。はい、もう一回電源入れます。これ決定どこで押すの？画面でタッチじゃないんだ。これでか、これで、あ、これで、あ、分かった分かった分かった。なんだ、じゃあこういうふうにやった方がいいじゃん。はい、東京サマータイムはないです。はい、日付が2021年、今日は4月の何日だっけ、何日だ今日、よいしょ、4月は15日ですね。すいません、4月の15日、15日の、今13時。あ、やべやべ。PM13 時43分。はい、43分ですね。表示形式。これでいいや。実行。お、やった。押し、来た。来ました。いやー、設定できました。すいません。悪戦苦闘しましたが、ちょっと一回これ止めて。おー、じゃあこれでね、一発目にちょっと動画撮ってみましょうかね、早速ね。最初の動画はね、多分お詫びに、お詫びになっちゃいそうなんですけどね、すいません。撮りたいなと、いうふうに思ってます。ちょっと今ね、音悪いかもしれないですけど、これに変わるんで、音良くなりますからね、ぜひご期待いただければというふうに思っております。さあ、セット完了しました。ね、そして、自撮りングモード。自撮りモードスイッチオン。さあ来た、こんな感じで
ガオーみたいな感じで、これでね、撮りますのでね、はい、ぜひご期待ください。ということで、ついに私も、この、Vlog 用、ZV-1、ソニーのね、デジタルカメラ、ゲットいたしましたんで、はい、ご紹介いたしました。はい、ということで、今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてですね、チャンネル登録お願いします。それから、今日ね、ファッションモンスター相変わらずやってるんでね、ファッションモンスターの感想なんかもぜひお書きいただければと思います。ガオー。